町の賢者、はい、あなたがですね町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネーム三平、はい、恋愛 JP とかいう変なおばさんしか見てなさそうなサイトを覗いてしまったのですが100人の男性に聞いた男がマジで萎える女の無駄毛ベスト3というクソみたいな記事が目に飛び込んできたので念のため有吉さんにご報告します。ありがとな。第3位アンダーヘア、通称ジャングル女9票。第2位指毛、通称猿の惑星女22票。第1位ヒゲ、通称おじさん39票。嘘つけ編集部のババアが適当にでっち上げた三文記事だろ世の中に無駄な毛なんぞ一本もねえし、通称猿の惑星女なんて誰も呼んでねえしな。両耳から毛の束が飛び出てる川内後半おばさん以外問題ねえし。てか川内後半おばさんって誰だよそんなやつ見たことねえわ。いるなら連れてこいこの野郎。こっちからインフルエンザだから何書いてんのか全然わかんねえバカ野郎。タミフル持ってこいって。乗ってますね、どうか。確かに。通称猿の惑星女なんて、絶対言わないよね。言わないと思います、ね。もう、ここのライターが一人で勝手にアンケート考えて勝手に書いて、で、センスゼロね。恋愛 JP だって。ひどいね。こんなんですよ、今のネットは。あるんですね。そんなのね。通称猿の惑星女だって。猿の惑星女なんていうセンスはないよ女性に。マジこのライタークソだな。いやーこれはいいんじゃないけど、こう知らないことを教えてもらうとやっぱ一番嬉しいですよ。調子いいな三平、うん、もう一丁三平、背が低い寺田心がバカだって。背が低い寺田心が自身も出演したフランス映画ジュリアンのヒット祈願トークショーに出席をし、主人公を演じたトマ・ジオリア君の印象や俳優としての展望を語っていました。トマは目のお芝居が印象的ですごく勉強になりました。複雑な心情のお芝居に引き込まれましたし、ジュリアン君の気持ちになって息苦しくなりました。好きという感情の方向を間違えるとこんなにも怖くて悲しくなるんだなぁと思いました。将来は自分らしい俳優さんになって世界でも活躍できたらいいなと思います。なあ寺田よ、お前無理してねえか。周りの大人に合わせて偽りの自分を演じてねえか。お前が進む道の先にいるのは先日改名を発表したマコーレマコーレカルキンカルキン先輩じゃねえか。俺にもお前と同い年の甥っ子がいるけどよ、肛門にポケモンシール貼り付けたままうんこして隊長結界破られましたなんて大爆笑してるぜ。なあ寺田よ、悪いことは言わない、俺と遊べ。お前の中に眠ってるピュアハートは俺と遊ぶことで必ず開花する。今なら月額15万で遊び放題。ここ、子供の心を取り戻すチャンス。ジャングルジムで待ってるぞ。ラジオネームサイレント失格。アイドルグループ嵐の活動休止発表を受け、芸能界からも様々な反応が上がっていますが、そんな中1月29日放送の目覚ましテレビにて、このニュースに対する有吉さんのコメントが以下のように紹介されていました。え？ファンの人も心の整理ができてないはず。デリケートな問題だと思う。おい、カルベ。何都合よくコメント編集してんだよ。我らが有吉さんがそんなありきたりなことを言うわけないだろ。いいか、そのデリケートっていう言葉はな、ファンの複雑な心境を男の股間に例えて言ったものなんだよ。デリケートな心のかゆみって、ちゃんと言っただろ。真実をありのままに伝えるのがマスメディアの役目。二度とこんなことするんじゃねえぞ。いやだからそんな無理やり編集してまで使わなくていいじゃんね。ねえ、そうですよ、ね、ちゃんとそのまま言ってくれるんだけど、有吉さんはファンの方のデリケートな心のかゆみっておっしゃってますね。やっぱり周りがキョトンとするからじゃないですか。じゃあしなきゃいいじゃんね。そうですね、確かにファンの人も心の整理ができてないはず、うん、デリケートな問題だと思うって言ってくれたんです。ありがたいね。ありがたい。ありがたいね。心のかゆみなんて言われたらいいよ。そうですよね、恥ずかしくなっちゃうね。私たちの心は股間じゃありませんって言って怒られるところでしたから。いい加減してくれ本当に。あげとこう。パン
ラジオネームブラザーフットオブスティール。女優橋本環奈がウェブサイトのインタビューにて自分の仕事の現状についてこんなことを語っていました。自分がどう見られているかすごく意識してしまうんですけど、結局それって主観になってしまうので客観的には見れてないと思うんです。周りを見て自分は順調だなと安心するよりは、どうなるかわからないからこそ一つ一つの仕事を一生懸命丁寧にやるということの方が大事なのかなと思います。大丈夫大丈夫、カンナちゃんの仕事っぷりは誰から見ても順調そのものだから、まあ謙遜したい気持ちもわかるけど、カンナちゃんの場合ただの嫌味になっちゃうのよ。カンナちゃんは貯金残高を見ていけば気づけば10時間ぐらい経過してた経験ないだろ。財布を忘れたことを口実に割り勘を逃れてそのまま全員を着信拒否した経験もないだろ。死後の世界ってどうなってるんだろう。そもそも心も魂も完全に消えちゃうのかなって常に思うことないだろ。いいかカナちゃん、お前みたいなもんは前だけ向いてりゃいいんだ。二度と俺の前で余ったれた不安を買ったんじゃねえぞ。成人式迎えてたぞお前。何を嫉妬してんだよ。ラジオネームチェーンギャング5、西内マリア。髪色をチェリーピンク色にイメチェン。31日都内で行われたイベントにて赤みの強いピンクヘアで登場。イベント後自身のインスタグラムでイメチェンを報告。赤髪にチェンジ、正式にはチェリーピンク色だそうです。ぶっ飛ばすぞこの野郎。チェリーのどこがあるんだ。こっちも好きで童貞やってんじゃねえぞ。そんなことで喧嘩売ってんだらこっちも買ってやるよお前。そんな意味で言ってねえ。今から表参道の美容院行ってな、西内マリアの乳首の色と同じ髪色にしてくださいって注文してやるよ。ほんでインスタにもな、使い古された小豆色にチェンジ、正式には西内乳首ダークブラウン色だぞでーすと書き込んでやるからな。祈祷がチェリーピンクの同志たちよ、みんなで美容院に行って西内マリアを成敗だ。何言ってんだこの人は。妄想がひどい。ひどいんだよ本当にこの人。橋本環奈ちゃんに怒った怒った西口真理ちゃんって辞めたんじゃなかったっけ、なんかね、またやってんのかな、あとだから事務所を辞めたとか、なんか丸く収まったのかな、なんか、ね、戻ったのか、いろいろなんか言ってましたね。ラジオネームみだぎり嬢。勇気あるアリアナグランデが自身のインスタグラムで新しいタトゥーを披露し、シングルスセブンリングス、すなわち7つの指輪を記念し七輪と手のひらに掘ってやがりました。ミスアリアナ、 Are you hungry? I'm hungry too. 七輪 is Japanese 焼肉 make machine. I'm sex machine. I want to eat 焼肉 and winter is very cold. So I want 七輪 Don't want rings. No problem.You were right. 直してたよなんか、うん、7指みたいな、なんか7指7話みたいな、なんか変えてたよ。七輪って入れるの、なんで外国の人ってあれ確認せず入れること多いんだろうね。あれね、軽く入れますよ ね、 ね、おにぎりとか入れてる人いるじゃん。なんかでもあれはもう字面がいいから入れてるだけでね、見た目がいいからっていう人が多いらしいね。そうなんですか、だから意味をでも入れちゃダメだね。七輪はダメだな、七輪はダメだわ、七輪は笑われちゃうわ。ラジオネームベリガッツリ。日本人男性がロンドンの地下鉄で女性のスカートの中を盗撮して逮捕。女性の被害届を受けた警察が監視カメラの映像で犯人を特定。犯人のとこはビクトリア駅近くの屋上に住んでいたそうです。スマホの中には女性の下着の写真や動画が複数見つかったらしいです。すでに現地の裁判で罰金約29万円とスマホの破棄が命じられたそうです。何しとんじゃボケ、こんなクズ野郎は極刑にしろ。女性が嫌がることをして自分の性的欲求を満たすなんてクソだわ。盗撮なんて最悪、デリヘルに本番強要するのも最悪、アナウンサーのお尻触るのも最悪、こいつら全員極刑じゃん。男たる者、街でセクハラを見つけたら物陰から石を投げ、デリヘルを呼んだらホットとアイスのコーヒーを一つずつと、カントリーマン、それとしょっぱいのが欲しいと言われた時のためにチップスターを買い、1時間前には正座で待機、ことが済んだらコンポターを渡してすぐ帰らせる、アナウンサーとは一切合わない、これが男じゃ。てめえは金持ちかもしれねえが、いくら金があっても心が貧乏になったら負けだよ。俺は貯金なんて一切ないけど、毎日いろんな女の画像でしこれて幸せだぜ。惨めだ俺。俺まで惨めになってきたよ。
お前らのメール読んでると読んでたら何かな、ラジオネーム、まあ、これはちょっと長いか。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。バブリーダンスで一躍有名となったダンス部の部長を務め、去年女優デビューを果たした伊原立花とかいう人が都内で行われたイベントに出席をし、理想の男性のタイプを聞かれ、こんなことを答えていました。憧れたり尊敬できる部分がある人が魅力的だと思います。今の年齢だからかもしれませんが、年上の人に憧れます。具体的に言っちゃうと48歳まで大丈夫です。ああそう、結構おじさんでも守備範囲なんだね。なるほどな。ていうかてめえ誰なんだてめえは。嘘あるだろお前、ドヤ顔で激しいダンスを披露して国民的な人気者になったと勘違いして次のステージに上がったつもりだろ。大きな勘違いが新たな道を切り開くことが世の中には多々あるが、俺はそんなの一つも認めてねえからな。自称女優の小娘がタレント気取りで理想のタイプ具体的に言っちゃってんじゃねえよ。48歳まで大丈夫ですじゃねえんだよ。自分とは住む世界が全く違う赤の他人に暇こいて暑苦しい説教をお見舞いするのは、この お見舞いするようなこの俺は守備範囲か。なんだお前、惨めすぎるよ。おい悲しい。ラジオネーム三平、はい、未来の三河健一こと GACKT 様が。そんな言い方あるかよ。気づかなかったわそんなの。あるあると思わないだろう。未来の三河健一こと GACKT 様がダウンタウンナウにゲスト出演をし、松本さんから結婚願望あるの？と聞かれて、理想の結婚の形を語っていました。好きになった女性と気がついたら10年一緒にいるよなという状況で、彼女か僕のどちらかが病気になって、もしかしたら死ぬのかなって思った時に、彼女が一緒にいた証を残したいともし言えば、じゃあ席入れようかって言うんじゃないですか。意味不、完全に意味不。独特なことほざいてアーティスト感演出したかったんだろうけど、これはさすがに大失敗だわ。古い少女漫画みたいでダセーし、上から目線でうぜーし、こんなもん変な顔のやつが言ったら一発で終わりだろう。えなりかずきさんが同じこと言ったら大炎上だから。えなりフェイスじゃなくてよかったですってブログに書け。それぞれですから、かっこいい人だからそう言ってもいいんですよ。だからえなりくんは言わないよそれ。ラジオネーム味噌クリームコロッケ、現在ツイッターで米津玄師をどれだけ適当に検索しても必ず一番上に表示されるというのが話題になっています。あ、現在ツイッターで米津玄師をどれだけ適当に検索しても必ず一番上に表示されるというのが話題になっています。米津なんとかやレモン賢治、玄米レモンお兄さんでも米津玄師の情報が一番上に表示され、これは米津玄師という文字はスマホ上で誤変換されやすいため、めちゃくちゃなワードで検索してもヒットしやすいというわけです。ちなみに私が検証した結果では、米米地味レモンでも米津玄師のレモンのミュージックビデオが表示され、チンコ小さそうな歌手で画像検索するとキンキキッズの画像が一番上に出てきました。おそらく米津玄師さんはチンコは大きいみたいです。ね、飛び火してんじゃない。コンピューターもまだまだだな。あ、そうなんだ。レモン賢治なんて調べるなよそんな調べ方で。どんだけ出てこねえんだよ。レモン賢治、玄米レモンお兄さん。米津で玄米だって。ひどい。知らなかったからあげようこれは。すいません。ラジオネームブラザーフットオブスティール、女優有村架純が自身が出演をする映画のイベントに出席し、共演者の神木隆之介について語っていました。前に取材で神木くんのラブストーリーが見てみたいって言わせてもらったんですけど、それが叶いました。しかも神木くんは本格的なラブストーリーが初めてらしくて、これだけ経歴がある方なのにまだ初めてってあるの？って驚きました。霞とやら
お前は知らんだろうが、世間には神木のような童貞が山ほどいる。物知らぬ浅はかな女どもはあれこれと童貞を毛嫌いするだろう。毒にも薬にもならぬ駄菓子のごとき悪意いらぬ軽蔑を。しかし一切聞く耳を持つな。マジ童貞、素人童貞、ニソ童貞、根こそぎ刈り取れ。禁欲の果てにたどり着く境地などたかが知れたもの。強くなりたくば喰らえ。そして霞、貴様は飽き果てるまで喰らわせつつも喰らい尽くせぬ女であれ。カムイデン、カムイデンですか、何ですか。ラジオネーム田中誠志郎。サンドリ冬の風物詩ゴリラ会が始まる1時間前、ノルウェーの豚こと今ノーベル賞に最も近い白豚村上春樹先生がサム・クックだのバルセロナのフリーマーケットだのこのラジオでも一度も聞いたことない洗練された単語を連発したり、バレンタインも近いのでリスナーの恋愛相談に乗るという至極真っ当な FM ラジオをやっていたのですが、冒頭でこんなことをおっしゃっていました。僕は昔、そこはバレンタインデーの夜のラブホテルみたいに混み合っていたという比喩を考えついたんですけど、ちょっと品がないので結局は使いませんでした。もし使いたい人がいたら勝手に使ってください。はぁ、使うかバーカー。脳髄にダイレクトにな、ハミチチパパラッチの全歌詞叩き込むぞ。おい、聞いてんのか白豚。パン屋の店員が手に触れる感じで笑顔で釣り銭渡してくれるから脈ありかもしれない、告白しようか悩んでるっつう弁当屋のババアに血迷うゲスト、ゲスラーとそんな変わんねえ悩みに同じ時間に同じパンを買って覚えてもらうとか超薄っぺらいアドバイスしてたけど、あれなんだ。こんなこすられまくった質問する方も選ぶ方もクソだけどよ、70にもなってこんなことしか言えないようじゃな、そら街の厄介者代表みてえなボブ・ディランのジジイに先越されてな、ノーベル賞も取り逃すってもんだわ。白豚、バルセロだよ、バルセロだよ、クスコとアンパン買ってこいって。大丈夫か。高井さんやってないですよ。高井さんじゃないよ、ね。高井さん担当してたらやばいよ。パン屋の店員が釣り銭を渡してくる。同じ時間に同じパンを買って覚えてもらうっていうのはどうですか。古い。アドバイス古い。古いよ今時。あ、そうですか。一周回ったりしてるんじゃないですか、やっぱ聞いてる人とか。一周回ってもここには帰ってこない。怒られるって。本当よ。いい加減。ダメよ、自分だけ言っちゃダメよ。ここのコーナーで。自分だけで全部メールに書いてある。あ、そう。もうこいつら抜いてんだけど。でも言い直したじゃん。ラジオネーム三平、自称片付けコンサルタントであり日本ときめき片付け協会の特別顧問でもあられる近藤まりえさん、こんまりですね。ネットフリックスのタイディングアップ with マリエ近藤とかいう意味不明なアメリカの番組で本の片付け方法を紹介した際に、北米あたりで反対意見が続出をしたらしく、ネットインタビューでこんな言い訳をしていました。あ、確かにこんまりに無理やり物を捨てられるのではと思われたケースもありますが、こんまりメソッドは自分にとってときめくものを残すことが基本の考え方なので、本にときめく場合は手放す必要はなく堂々と取っておくのが正解です。はぁ、こんまり、こんまりメソッド、日本ときめき片付け協会。なんじゃそれ。ネーミングがうざすぎて話入ってこねえわ。片付けの話なんざクソ漏らすほどどうでもいいしな、捨てたきゃ捨てろ、欲しけれ拾え、拾ったら食え、これがダンボーラーのサントリーメソッドじゃ。ネットフリックスで拾い食いの番組やらせろ。ラジオネーム三平、先日の V シネターミネーター白龍さんが今田はちみつおしゃべりジャングルという番組でかつて松田優作さんと殴り合い寸前の喧嘩をしたことがあるとおっしゃっていました。優作さんの映画が文部省推薦で子供も見れることになったんで、あ、よかったですねと話したんだけど、本人は子供が見るというのが嫌だったみたいで、お前もそんなこと言うのかと言うから、こっちもカチンと切れちゃった。
まあやるしかねえかと。でもうちについてるやつが国体に出たサッカーのゴールキーパーで二人の喧嘩を止めたんですわ。おじき、おつとめご苦労さんです。久々のシャバのテレビ満喫できましたでしょうか。キーパーがスーパーセーブで喧嘩を止めたというエピソードも最高でしたが、何よりおじきの破壊的な顔面力が衰えてねえことに感激しました。8万人くらい殺さねえとああいう顔にはならねえです。大きめのご尊顔からワルのエキスがダダ漏れですわ。そこでおじき、物は相談なんですが、来年開催される東京オリンピックに向けてシャバいガキどもが禁煙うるせえんでおっかねえ顔でオリンピック中止だ一括してもらえませんか。マジでお願いします。あれ西寄りだったっけ、サウナ行った時白龍さんいたの、はい、俺とサウナ行ったら白龍さんいてな、はい、そうですね、白龍さんはもうシャンプーも置いてあってな、毎日来てらっしゃるから毎日サウナでお風呂入ってらっしゃるから置いてるんですね、うん、あと焼肉屋でな、焼肉屋でなんだよこのカバン邪魔だな、ちょっとどけてよっつったら白龍さんの奥さんだった。めちゃめちゃ危なかったあの時。ああでも焼酎いただきましたよね、焼酎いただいた。でも焼肉をおごってもらって、はい、最高、はい、何回も言いますけど相川翔さんがまあ喧嘩強かったっていうのはあの評判でしたけど、はい、相川翔さんに、うん、白龍さんって喧嘩強いんですかって言ったら、あれ強いとかじゃないやべんだっつって言ったら、うわっていうぐらい強いらしいですよ、はいはいはい、怖い怖い怖い。ラジオネーム三平、賢者として見識を深めるため産経新聞のウェブサイトを閲覧していたところ、脇の下で牛乳パックを潰した66歳男性を逮捕という非常に吸引力の強い見出し発見しました。記事によると、新潟県佐渡市の66歳無職の男が去年12月24日に佐渡市のスーパーマーケットで商品の牛乳パック1本を自分の脇の下に挟んでブシッと押し潰し、中身を床にぶちまけて現場から立ち去ったとのことですが、男は警察の調べに対して床に落としただけだと容疑を否認している模様です。おい先輩、あんた何やってんだよ、脇で牛乳パック潰して捕まりたいなんて上がるーのコーナーにも出てこない気候中の気候だぞ、どんな発想してんだバカ野郎。あれか、クリスマスイブに家族や友人、恋人たちがケーキと一緒に飲むであろう牛乳がむちゃくちゃ憎くなったのか。まあ気持ちはわからんでもないけど、脇で潰すなよ。おい、何べんも言うぞ。脇で牛乳パックを潰すな。いい加減にしろ。どうしたの、どういう、どういう、うん、なんでやったんですかって言われて、別に理由ないこと多いからな。変なことにな。そうですね。そうですね、確かに。なんでうんこ蹴ったのあんたって言われてさ、いや別に理由ないんですよねって蹴りたかったね、蹴りたかった確かにな、理由ないだろうな、なんでそんなことしたんだって言って、別に理由ないんだよなってこと多いよね。脇で牛乳潰してみたかったんだ、しょうがないから。しょうがない、衝動だからまあまあね、言わないとな。ラジオネームブラザーフットオブスティール、元エグザイルの牧大が自身のインスタグラムにてハリソン・フォードとまさかの遭遇という文章とともに、ハリソン・フォードとは全くの別人っぽいガタイのいい老人との写真を投稿。しかしコメント欄で、もしかして偽物じゃないかなどと多数の指摘を受けた結果、ハリソン・フォードに激似の方と意気投合して一緒に乾杯させていただきましたと訂正をしていました。ほんじゃ、マキダイよ。とりあえず今から俺と一緒にエクスペンダブルズ3見てみるか。やたら仕切りたがるのがスタローンで、ハゲてんのがジェイソン・ステイさん。一番でかいのがドルフ・ラングンっていうのはわかるな。そうか、難しいか。おい、うん、誰かがヘリで助けに来たぞ。ああ違うよマキダイ、ヘリから援護射撃をしてるのはジェットリーとシュワちゃんだよ。じゃあその辺をそのヘリを操縦してんのは誰だ、うん、何、メル・ギブソン、いやじゃなくて、うん、アントニオ・バンデラス。いいかマキダイ、なんとそいつがハリソン・フォードだよバカだね。全員の顔覚えて、もう一度出直してこい、ボケなす。難しすぎる。難しすぎる。エクスペンダブルズ見るの苦痛だからね。基本苦痛だから、エクスペンダブルズ。基本苦痛だ。あれ、環境ビデオみたいなもんだからね。もう流しとけんだよね、一日中。あれ、それは俺好きなんだけど。俺、それ好きなの、ずっと流しとくの。
ラジオネームおまっとさんでした。エレベーターの前でスタッフとだべり、通行の邪魔をするクソババア高嶋ちさ子さんが、いやそれ俺が俺の事件だから、チャキ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 っていう割にはスタッフとエレベーターの前でだべりやがってよクソババアって言ったら、俺ね、高嶋ちさ子さんブログで仕事をセーブすると発表。まだまだ可愛い息子がこの1ヶ月荒れに荒れています。原因は私です。一緒にいれば分かること、できることが何もできていなくて本当に可哀想な思いさせています。なので関係者の皆様、私は仕事人ではなくお母さんなので仕事はセーブさせていただきます。なあちさ子、本当に仕事をセーブするのが子供のためか。子供からしたらあんたが仕事で家で開けてる時が羽を伸ばせる唯一の時間かもしれないし、これから思春期になってオナニーしたい時、あんたが家に行っちゃ邪魔になるだろう。なあちさ子、ちさ子の犬間にオナニーさせてやれよ。パンパンに溜まったオナティッシュ焼き、オナティッシュで焼き芋焼かせてやれ。小便が入った空き缶窓からぶん投げさせてやれ。頼むちさ子、俺からのお願いだ。ほとんど俺の話だ。俺の何俺いじる。伊勢さんのセリフで言おう。俺をいじるな。いや、なんで伊勢さんって言うんですか。伊勢さんで言おう。俺をいじる。ラジオネーム、すまたまたぞう。テレビ番組、列島警察捜査網、ザ・追跡、2019春の事件簿で、ショーツ、返却男こと、盗んだ下着を数時間後に返却した60代男が逮捕されていました。おいおい、つたやか。しかもこの男の返却理由が、履き心地が悪かったから。おっさんも自分が女性用下着を履いた姿にフル勃起するタイプ、おっさんも自分が女性用下着を履いた姿にフル勃起するタイプ、軍人ロックスタータイプの男だな。わかるな。一日も早く罪を償って今度は俺んちの返却ポストに盗んだパンツ返してくれよな。パンツ5枚で缶コーヒー5本、パンツ5枚で缶コーヒー1本贈呈します。気持ちわかるな。俺はまあ返却はしないけどね。返却しない。返却はしない。気持ちは、履いてみたいっていう気持ちはわかる。わかるんだな。いろんな、ぐっと履いて、ぐっと入れ食いして、金玉を両脇からポンポンと出したい。その姿を見て思わずですよね。いや、そうです、俺絶対笑う。なんで笑っちゃうんだよ。だって金玉出てるんですよね。これでピーンと何食うんですよ。なんでよ。自分ですし。だってそれだって女性の下着履いてんだもん。履いてますよ。うん。でも、見知らぬ女性の。見知らぬ女性。それでグーッとやって金玉ポンポーンって横からポンポーンってなったら、うぅーってなる。いや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 、全然わかんないな。ならないですよ。金玉出てるぞ。話が合わんわ、君らとは。ねえ、ラジオネーム。田中誠志郎。デヴィ夫人のコスメポーチの中身紹介編という動画で、ポーチの中身を世界初公開したデヴィ夫人が、モテるのは美人より女っぽい女と題し、こんなことをおっしゃっていました。この人のことを守ってあげたい。そう男性に思わせることが何よりも大切。私なんてパリの社交界ではデヴィは触れたら壊れてしまう。こう思われていたぐらいでございました。当時の皆様が私が出演するバラエティ番組ご覧になったらさぞかし驚かれることでしょうね。以上のことを踏まえ、夫人の華麗な経歴お聞きください。1992年1月、パーティーの最中に、フィリピン大統領の孫娘の顔をシャンパングラスで殴打、傷害罪で逮捕され、上流社会の女神のための、ヒックスビル、真昼の決闘と大々的に報じられる。中身を浴びせようとしてグラスが顔に当たってしまった、あくまで事故と主張するも結果有罪。約5週間、刑務所でお勤めを終えた後、釈放。おい、東洋のウツボ。グラスで顔面ぶん殴ってあげく臭い飯食っといて、お前触れたら壊れてしまうじゃねえんだよ。どこら辺が守ってあげたいんだよ。壊れてんのはてめえが孫娘の顔にぶちまけたシャンパングラスのじゃねえかよ。未だに年中誰かと揉めてるけど、あんた孫のいるおばあちゃんだろ。もういい加減丸くなってくれねえかな。っていうことでいいですね。へぇー。そういう時期ありますね。すごいな。あげておきましょう。パン。あとは、ラジオネーム。何でしょう。銀色の目のイザク。今月下旬、アベンジャーズ
エンドゲームが上映されると世界で盛り上がっていますが、一部のファンの中ではあることが話題になっています。その内容は、今回のボスでもあるサノスはアントマン一人で倒せるという説です。その方法として、小さくなったアントマンがサノスのアナルに入り元の姿に戻り破裂させるという戦法そしてその話は監督の耳にまで入り、監督はこのアイデアを素晴らしいと絶賛しているようです。おい一部のファン、お前らが考えてること俺らゲスナーと変わらねえじゃねえかよ。いやこんな戦い方コロコロコミックでしか見たことねえぞお前。アナルネタは世界共通、有吉さんぜひあなたにはアナルのパイオニアになってもらいたい、監督ぜひアベンジャーズに有吉軍曹の加入をお願いします。あ俺らが言いそうなことだよな。確かに、確かに監督がでもいいねって言ってんだ、すごいな、面白いな、あげとこうか。世界共通なんですね、この発想というか。ちょっとアメコミのことはちょっとあの酒井はね、あんまりちょっとごめんなさい。ちょっとすぐ叩かれちゃう。いろいろありました。